皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、じゃーん、こちらキットカットのショコラトリーサブリムルビーっていうのが新商品で発売されたってツイッターでめちゃくちゃ出てて、なぜか福島の実家に置いてあったのでこれを食べてみたいと思います。超久々の食べてみた系かなって思うんですけど、食べていきたいと思います。パッケージもめっちゃね、宝石みたいで可愛い。じゃらーん、おお、こんな感じなんだ、すごい。じゃーん、こんな感じ。パッケージめちゃくちゃ可愛い。それでは食べてみたいと思います。普通に売ってるやつは違うのかな。じゃーん、ぴょん、すごい高級感あるパッケージですね。お茶会みたいなやつ、なんかおしゃんな会で出てきそうなチョコレート。うん、ピンクだ。じゃ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 ーん、こんな感じでピンクのキットカットです。ちょっと紫寄りのピンクかなって感じです。じゃあいただきます。美味しい。ベースはホワイトチョコかなにベリーっぽいちょっと酸っぱい甘酸っぱい感じのチョコで、こうキットカットがねコーティングされてるって感じです。美味しい。うん、これ他にはね、これがルビー、ミルク、ビター、ホワイト、抹茶、ローってなんだ。めっちゃ美味しかった。まあ、これからバレンタインデーなので、ちょっとなんていうの、学校でこの形で売られてるのかちょっとわかんないんですけど、ちょっと学校でねポイポイポイって配るのにピンクだしね、可愛いしいいんじゃないかなと思います。あとはなんかバレンタインデーって作ったチョコレートを入れてもちょっとボリュームが足りないなって時あるじゃないですか。私はその時に市販のこうコインチョコとか、こういうキットカットとか、そういう市販のねちょっと小分けのチョコを袋に一緒に詰めてたりしたんですけど、そういうのにも可愛いしいいんじゃないかなと思います。ぜひぜひ見かけたら食べてみてください。めちゃくちゃ美味しいです。こんな感じで今回は久々に食レポみたいなのをしてみたんですけど、バレンタインデーも近いのでチョコレートを使ったレシピなんかも近々公開できたらなと思っております。楽しみにしててください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。